これただ単に問題を演習する授業じゃで、ただ単に問題演習する授業だったら、別にお金払って取んなくてもいいですよ。だって問題集を買ってやればいいんでしょ環境が環境なので、みんな苦しい中、勉強してると思うんです。でも、でもだよ、動画で話した,話したんだけど、でも、状況はみんな一緒です。言っとくよ、政治史は重要だけど、これはセンター試験の時代は、 もうとにかく、とにかく宗教が出るんですよ。まあ、世界史は宗教だよ。まあ、対立が表面化した時です。まあ、現在はもう喧嘩はやめましたよ。やめました。お互い認め合うことになったけれども、こうやって分離した形になります。微妙に幅があるので、一応これは726のつもりでここに入ってるんじゃないかなと思うよと。ここまではもう、範囲としては覚えなきゃいけない。だからこれを知ってればですよ。 これを知っていればもう突血って出たら突血の年代を知るんではなく突血って言ったら随と通るんだ、えー、次に挙げる文章4つこの中で間違ってんのを見つけしなさいそしたら答えは1個正解ですいくよまずすぐ分かるのは1これは知識で分かる変電体って書かれてるから変電体じゃなくて気電体だから× あと次分かるのは、どうかな、2番は分かる今、僕、話したけど、死体不の階級の人は、三国志にまつわる伝説や、その俗説を信じてたわけじゃないんですよ。別に信じんじゃなくて、そういうのがかっこいいから、そうあってほしいなって思ってるって書いたんじゃなそこに。最終的には1846年に亡くなったんですよ。 っていうことの、ね、で,てことでみんながぜひ等しいのはこれもこれもこれも全部結局イギリスが自由な時代になる <noise> C いやヒッタこれは丸にしなくないですヒッこんなとこから来たらびっくりでしょ、ね、だから少なくとも引退とイトは C ではないので消える仕方がないから2じゃないまあいい問題です というふうに、今日最後にまとめるけど、とにかく人と物の移動、こっちからこっちに移動しました、何が移動した、誰が移動した、いつごろ、こっからこっち移動しました。この移動問題、だから移民の問題も今後出てくる、これも同じです、上と、生活、人々のね、貿易、商業、農業、 まあ世に同時代史って言って、同じ時代にどんな国があるのかを知っときましょう。例えばヨーロッパがこんな国があったときに、アジアはさっきみたいなイスラム、アバース朝があったら唐だとか、イルハン国があったら元だみたいな感じで分からないといけないよっていうためのものです。絶対演習量で決まります。特に、特にレベルが高くなればなるほどです。 例えば60点でいいとか50点でいいっていう人は知識で十分ですよ。まあ演習した方がいいけど演習量で差がつくわけじゃないです。